ドロシー・エル・セイヤーズは、オックスフォードに生まれ、ウィッタムに没した、英国の作家、翻訳家、現代、古典言語学者、キリスト教人道主義者である。ディテクションクラブ三大会長を務めた。ドロシー・エル・セイヤーズが最も知られているのは、おそらく、ピーター・ウィムジー教ものの推理小説を通してであろう。ウィムジーは、セイヤーズのシリーズ探偵で、英国の貴族である。 アガサクリスキと並ぶ英国女性推理作家であるが、黄金期の作家としては日本では比較的紹介が遅かった。早川書房と東京草原社が役本を出版している。特に後者は草原推理文庫でピーター教もの長編を数多く出版、日本でのセイアーズ需要に大きく貢献した。この項目での固有名詞は主に草原推理文庫版に従う。 オックスフォードに生まれた。父親は文学修士で牧師のヘンリー・セイヤーズ。当時オックスフォード大学のクライスト・チャーチ好きの牧師兼クワイアスクールの校長であった。オックスフォードのサマービル校で学び、現代言語学の一等を取った。当時は学位を授与されなかったが、数年後女性にも学位を授与できるようになり、女性で学位を持った最初の人々の一人となった。 卒業後は教師として働いたが、後にロンドンの広告会社、ベンソン社にコピーライターとして勤務した。広告業界での経験は、推理小説、殺人は広告する、マーダーマスとアドバータイズの中で生かされることになる。卒後、自分の居場所を探して苦闘していた彼女が、諸女小説のプロットをまとめたのは、1921年のいつ頃かのことだと思われる。 1921年1月22日の手紙に見られるこのプロットは誰の死体フーズボディーとして開花した。あ、しまったととくづきながら推理小説界に飛び込んできたピーター・ウィム・ジー・卿は11冊の長編と2冊の短編集に登場し読者に親しまれた。他に未刊の未発表作品が一つある。ある時、セイヤーズはピーター・卿は フレッド・アステアとバーティー・ウースターとのミックスだと語ったことがあるが、その傾向は最初の5つの長編で顕著である。しかし、ピーター・卿の変化を追ってみれば、彼が一人の人格として、セイヤーズの心の中に息づいていたことが明らかであろう。推理小説の創作に疲れ果てた時、彼女は推理作家にして、アマチュア探偵のハリエット・ベインを傑作、毒を喰らわば、 ストロングポイズンに参加させた。ベインは、オックスフォードを卒業し学位を得た、当時としては、かなり稀な高学歴の女性であった。卒後大学を去り、推理小説作家として、売れっ子になっていたが、愛人を毒殺した角で逮捕され、訴えられた。ベインに一目惚れしたウィムジーは冤罪であると、確信驚くべき真相を暴き、公主刑からベインを救う。以降、 ことあるごとに求婚を繰り返すが、ベインは結婚に踏み切れない。死体を、では、ベインは、有能なワトソンに悪ないは推理合戦の相手として活躍し、学寮祭、では、母校で起きた不可解、不愉快な事件を捜査する。事件は、ウィムジーの演疫的推理によって解決を見るが、その過程で、ベインは襲撃され、一方ウィムジーが普段見せないでいる深い心のひだを、 知ることになる。一切ならず、セイヤーズは、ハスキーボイスで黒い目のハリエットを生み出したのは、ピーター教を、過食の儀と共に退場させるためだったと言っている。しかしながら、学寮祭の夜コーディナイトを書く過程で、セイヤーズはこれまでになかったほどこの二人に命を吹き込むことに成功した。その結果、彼女、曰く、ピーター教の次のステージが見えたのである。セイヤーズには、 不動作家売りのモンター・ニュエックが謎を解く短編のシリーズもある。セイヤーズ自身はダンテの新曲の翻訳こそ自分の最高傑作だと考えていた。自分でも宗教的な随筆や劇を書き、その中では王となるべく生まれた人ザ・マンボー・オン・ツー・ビー・キングが最もよく知られているであろう。セイヤーズの宗教作品が大変よく 英国国教会の立場を表していたので、カンタベリー大主教は1943年に、進学の名誉博士号を授与しようとしたが、セイヤーズはそれを提唱に断った。しかし1950年には、ダラム大学から文学の名誉博士号を受けた。彼女の随筆ザロストツールズ・オブ・ラーニングは、アメリカ合衆国のいくつかの学校で、古典教育の教材として用いられたことがある。 セイヤーズは CS ルイスの及びそのサークルをよく知っていた。時にはソクラテスクラブでルイスと一緒になることもあった。ルイスは自分は復活祭には必ずザマン・ボーン 2BE ・キングを読むが推理小説はどうも楽しみかねると言っていた。しかし JRR トールキンはウィムジーモのをいくつか読んだことがあり、後期作品に霊障を浴びせかけた。 推理小説の探偵は自由に探偵活動ができなければいけない。だから個人的に裕福でしかも貴族の称号を持った人物が二つの対戦の間のロンドンでさっきだって走り回り謎を解いていかなければならなかったのである。ピーター卿は次男である。同時に資産を持っている。金持ちで教養があり、魅力的でしかも勇敢といった性格の上に、 彼女はさらに大きな一つの要素を加えた。ピーター卿は神経を病んでおり、責任を恐れる。これらはいずれも英国陸軍大佐として戦役に参加した際に、撃たれてゴに埋まり、部下に掘り出してもらった経験によるものである。都築道夫は、忙しい蜜月旅行の解説の中で、セイヤーズが貴族探偵を生み出した動機として、作家自身が金に困っていたので、 せめて探偵役には良い暮らしをさせたいと考えたと説明している。ウィムジーの精神的な弱さはハリエットとの関係にも大きな影響を与え、小説に奥行きをもたらすことになった。セイヤーズの作品に見られるハンユダヤ的要素は多くの議論の的になってきた。多くの人々が長編小説に見られるハンユダヤ性を それが書かれた時代や場所を考慮に入れても、なお臆面ないものだとしてきた。別の人々は、ウィムジーモに出てくる、最も無礼な部分というのは、登場人物の会話に出てくるが、その登場人物は、著者自身の考えを代表しているわけではないとしている。この点に関してはセイヤーズが、英国国教会の良い信者以外の人々特に、ユダヤ人やアメリカ人に対して、 よく言っても見下すような態度を取りがちであったことから、いささかはっきりしない部分がある。1920年代には、セイヤーズは、GK チェスタートンとその兄弟に対し、反ユダヤ的であるとして否定的に言及している。一方では1943年から1944年にかけて JJ リンクスが出した、The Future of the Jews の中のあるエッセイに、 ユダヤ人は自分たちが住む国に対する忠誠心を欠いた悪い市民であると書いている。これは紛れもなくセイヤーズの声に他ならない。このエッセイは他の著者の反対によって結局コレクションの中に収載されず二度と出版されなかったため十分な議論の対象とならずに終わっている。セイヤーズ作品は同時代の作家による多くのパロディを生んだ。 セイヤーズも賞賛した推理小説の古典であるトレント最後の事件の作者 E.C. ベントリーのグリーリーナイトは特に興味深い。ゲイロードラーセンのドロシーアガサ ISBN0 から451403142の中ではセイヤーズがアガサクリスティと共演する。これは架空の殺人事件を描いた推理小説で自分のダイニングルームで男が殺され、 セイヤーズはその謎を解かなければならなくなる。日本では公文社からミヤーキユーコの訳によってドロシーとアガサのタイトルで発刊されている。ジルペイトン・ウォルシュはウィムジー、ハリエットものを2作書いた。一つはセイヤーズの未完の作品を元にしたスローンズ、ドミネシャンズで、一つはウィムジー・ペーパーズを元にした A、プリザンプション・オブ・デスである。 ウィムジー・ペーパーズは、いろいろなウィムジーさんからの手紙という触れ込みで、第二次大戦中にザ・スペクテーターが出版したもので、ある。現代と翻訳書の題名。バスマン、エス・ハネムーンは、忙しい密月旅行の放題で、早川書房から刊行されたが、2020年2月に、東京草原社から新薬が刊行されたため、前作の翻訳が、東京草原社刊行となる。因は、 ハリエット・ベイン登場作。フーズ・ボディ誰の死体クラウズ・オブ・ウィットネス。雲ナス証言、アンナチュラルです。不自然なし。ザ・アンプレザントネス・アット・ザ・ボロンナ・クラブ。ベローナ・クラブの不愉快な事件ストロング・ポイズン。毒を喰らわば。ザ・ハイブレッド・ハリングス。5匹の赤いニシン・ハブ・ヒズ・カーカス。死体をどうぞ。マーダー・マスト・アドバータイズ。 殺人は広告する。ザ・ナイン・テイラース。ナイン。テイラーズ・ゴーディ・ナイト。学寮祭の夜バスマン。エース・ハネムーン。大忙しの蜜月旅行ザ・ドキュメンツ・イン・ザ・ケース。箱の中の書類ビハインド・ザ・スクリーン。屏風の影にザ・フローティング・アドミラル。漂う提督・ザ・スクープ。ザ・スクープ・アスク。エーポリスマン。警察官に聞け。ダブルです。ホワイト・ストーンズ層の怪事件。 ノーフラワーズバイリクエスト、超歌はご自体、ザ・ポイズンド・ダウレイ8、エッグくんの花、モンタギュー・エッグモの最初の短編。エッグ探偵は、ピーター・キョと並ぶセイヤーズのシリーズキャラクターだが、日本ではあまり知られていない。スルース、オン・ザ・セント、香水のタワームれワーダー・アット・ペンタコスト、ペンテコストの殺人草原推理15,996年統合。ダート・チープ。 いたずら時計から、戦前の、新青年40新春増刊などに掲載。ザ・プロフェッサー、S マニュスクリップと、教授の原稿から HMM85.7。サスピション、疑惑、ノンシリーズのスリラー。新しく雇った料理女が、手配逃亡中の毒殺まではないかと疑う男に、迫る恐怖。東京草原社や早川処房など多くのアンソロジーに、和訳あり。 ヒッチコック劇場、ヒソで、TV ドラマ化。ザ・マン・フー・ニュー・ハウ、殺人法を知っていた男、ノンシリーズのパズラー。浴槽での殺人事件と、捜査一家の捜査を描く。ザ・エンターテイニング・エピソード・オブ・ザ・アーティクル・イン・クエスチョン、文法の問題ミステリ歴史書、クイーンの定員で有名。女装のギャング首領による、ダイヤモンド・強奪。フランス語の知識がないとわかりにくい。 ブラッドサクリファイス、地の犠牲、ノンシリーズの登場。完全犯罪の殺人を扱う。クイーン編、完全犯罪大百科など。グレート、ショートストーリーズオブディテクション、ミステリーホラー、探偵小説論セイヤーズによるミステリー論。古典作品のネタバレも多いため初心者は要注意。ザムーダーオブ、ジュリア・ウォレス、ジュリア・ウォレス殺し。 セイヤーズが実在の犯罪事件を推理したもの。新青年35など、戦前の小略では、殺人第一か。研究者出版、推理小説の美学などでは、犯罪オムニバスのタイトル、ありがとうございます。